私クオンテルの、日本の代表の森と申します。皆様には日頃大変お世話になっております。今までですね、クオンテルとしましては、皆様ポスプロの方を中心にステレオスコピック 3D ですとか 4K、 こちらを中心にハイエンドの提案、それと EQ を含めて、番組系への機材提案をしてきました。今回私どもブースのご案内をいたします。2つのセクションがありまして、放送と、ポストプロです。まずポストプロの方は、皆様に非常にカラーグレーディングとして定評のあるパブロですね。こちらは 4K のとステレオスコーピックの作業で非常に皆様にお使いいただいています。編集とグレーディングが同時に行えるということで、他社との大きな差別化ができております。今回はそちらの新しいバージョンを皆様にご覧いただいております。またもう一つ、このパブロのパワーをですね、生かすために PC ベースにソフトウェアを載せた製品がパブロ PA として提供されております。こちらはパブロの部屋の稼働率を上げるために、事前にアシストステーションということで EDL の確認、それと素材の確認、それとステレオスコピックなどの破綻する映像を事前に PC ベースの方で確認することができます。また放送につきましては、今回ソニー様のメディアバックボーン、これはコンテンツ情報システムなんですが、こちらのシステムとスキューサーバーを統合することによって、これからニュース、スポーツ、ホームショッピング系のお客様にご提供できればと思っております。また QTube に関しましては、クラウドエディティングということで、今回非常に海外でも評価の高いものです。こちらは今放送系に対しまして提案をいたしておりますが、今後はコンテルとして新しい分野に対しましてもですね、この技術を使っていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。